中日、柳で完封負けず、ブリキュア軍曹になりゃ北斎負け、うんち、もう終わりだよこの球団、やる気なさそう、ゲッツー多すぎんだよ、打つ方はなんとかできませんでした。リュークセカンドの説明してくれよ、立浪さんバント野球しようよ。なんで続投なんやこれで。立浪がいたから楽しかった。ドジで明るくて優しくて、そんな立浪が大好きだったから、これでチュニドラの話はおしまい。ここ10試合で5完封かペース上げてきたな。柳は今日で150イニング到達か。もう今日が日曜日バンテリンでのデーゲームは最後だったんやな。一体これが来年の何につながるのか答えられるやついる。打つ方はなんとかするとか言ってたけど、投げる方も守る方もなんとかしたんだけど、来年につながる選手起用してないと思うんだけど、一軍に出せば経験値がたまるとは思わんけど、サミがうんちない上位しばし使えばいいのに、後借りして使う意味なんなんだ。引退試合もこんな感じの試合展開になるのかな。打てない打てないという空気や圧がさらに野手の首を絞める。誰がこの空気を壊さないと、ドラゴンズは一生変わらないよこれは。また完封負け、どれだけ先発見捨てて負け続けるのか。せめて完封はやめよ、良くないよ。得点圏で打ったら都市防2倍、それしかないね。ご視聴ありがとうございました。